はい、どうも、ケンタ店長でーす。ざわ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 というわけでですね。はい。ケンタ店長でございます。ね。今回、何このほうれい線。ほーら見ろ。何がほーら見ろなんだかわかんないけど。はい。今回ですね、ですね、前に、ちょっと前なんですけども、動画で、なんだっけ、タイトルは、なんだっけ、元カラーギャングが進める、狂気のチョイスの仕方をだな、的なね、動画をですね、撮ったんですけども、ツイキャスで撮ったやつをそのまま YouTube に使ったんですけど、そのね、動画でね、語り忘れたものが2つあったんで、それをちょっと保管で、この動画でちょっと、追記というかですね、追加説明をですね、ちょっとしておきたいなと思いまして、はい。ですね、あの時は、ちっちゃいね、普通の木刀と短い木刀の竿とかね、あとブラスナックルだったりとか、そういう感じの話をしたんですけども、あとナイフはね、刃物はいけませんよという話をしたんですけども、今回ですね、そう前回紹介し忘れて、でコメント欄に、いただいてですね、スラッパーってどうでしょうかっていうコメントいただいたんですよね。スラッパーって木刀とかナイフとかね、メリケンサックとかに比べると、なんぞやそれと、あんまり聞いたことない人結構いると思うんですけども、スラッパーね、結構マニアックなものをコメントにいただいたんで、で、俺もそれ買おうかと思ってて、あ、そう思い出したと思ってちょっと話しておこうと思って、動画でちょっと今回、ちょっとだけ、説明しようかなと思うんですけども、スラッパーってなんぞやというと、ごめんなさい、写真とか俺ね、動画に表示したりする技術ないんで、簡単に説明すると、なんか革のベルトっぽい、なんか短いね、絵で描こうか。スラッパー絵で描きづらいんだよね。描いとけよって思うかもしれないけど、アドリブだからさ。なんか、絵で、なんだよこれ。こんな感じなんだけどさ、何これ。これですスラッパーこれこれね、ポッキーに入るぐらいのちっちゃい、革のベルトのね、一部ストラップみたいな、革のストラップみたいな感じの、ね、ちびっこいこういうやつなんですよ。でこの先端にちょっと重りが入ってるんですよ。重りっていうかね、ではここを要は手で握るわけですね。こうここを手で握って持つわけですね。こう、これ手ね、腕。これ手で握って持って、これが先端部。ここを相手にヒットさせるわけですね。こう、バチーンとね。バコンでもバチーンでもいいんだけど、要は軽い。長さで言うとね、どんなもんかな。ポッケに入るぐらいなんで、こんなもんなんですけど、俺実際一応物は見たことあるんだけど、買ってないのよ。うん。で、こんな感じで持って、バチーンってやるような武器なんですけども、それ痛いの？それ効くの？それすごいの？って思う人いるかもしれないですけど、これさ、もう死にますよ。頭蓋骨じゃないけど頭に食らったら多分死にますね、その人。うん。それぐらい強力なね、ものです、スラッパーって。で、軽いし、女性とかでもね、使いやすいし、で、ポッケに入るんで、持ち運ぶも便利だし、で、ストラップっぽいので、護身具にもパッと見わからないですし、多分警察の方でも知らん方いますよ、スラッパー。うん。なんで、募集されたりとかも、ね、多分あんましないと思うんですよ。で別に刃物でもないし銃刀法違反でもなんないんで、銃刀法違反にはなんないっていうか、多分銃刀法違反にはなんないけど、どうなんだろうね、危険物にはなるんかな、バレた場合。重り入ってるからね。でも要は護身具にはね、結構最適なんですよ。ポッケにも入るし、携帯しやすいので、小さいしね。で軽くて女性でも扱いやすいし、老人でも扱いやすいしっていうので、で威力もね、凄まじいんですね。うん。なのでこれすごいスラッパー護身具としては最適なんじゃないかなと思います。でこれ今回のこの動画ね、凶器のチョイスの仕方じゃなくて、護身具のすすめみたいなね、護身具のすすめ的な感じのタイトルにしますんで、あんまり凶器のチョイスの仕方ってなると凶器紹介してね、あんまりよろしくないのでね、で護身具の、紹介にします。スラッパー、これちょっと検索かけてみてください。 Google なりなんなりで、 Amazon とかでも普通に売ってるんで、ゴシングですね、スラッパー。これでも当たるところによっては多分相手死にますので、頭は狙わないでください。もし使う
場面に直面してしまった場合は頭にはヒットさせないようにしてくださいね。まあこうやって投げ払う感じでもこの辺でもいいですし、まあ肩とかでもね、全然骨とかでも全然もうパチンってだけでも折れますから、普通に鎖骨とか食らったら普通に折れますんで、それぐらいねすごい結構威力なんですよ。なのでスラッパーもしあれ使うことがあれば、ちょっと頭とかこの辺は結構危険なんで、目に当たったら完全に失明しますし、なのでスラッパー使う場合は急所すぎるとか狙わないでください。はい、知ります相手が。これも殺人罪になってますね。過剰防衛になってしまうと思うんで、多分。はい。でですね、まあ、スラッパーの紹介。これはスラッパーの紹介。まあ、これはスラッパーはすごいおすすめします。うん。ね。今、危ない事件多いんでね。なんかのレビュー、Amazon とかなんだかわかんないレビューじゃない。タクシーの運転手の方がね、買ったっていうレビューもありましたよ。最近ね、物騒なお客さんも多いので。っていうあれで。うん。で、スラッパーね。うん。で、もう一個今回の動画で紹介したいのはですね、警棒です、警棒。これ結構ポピュラーでございますけども、警棒。うん、警棒はいいですね。はい。これ危険物になるかもしれないので、警察の方に、持ち物検査でバレて出てきてしまった場合は多分没収されます。うん。別に軽犯罪に当たるのかな？どうなんだろう？危険物傾向になるんですかね？ちょっと、よくわかんないんですけど、銃刀法違反にはならないみたいと思いますよ。この間警察の方に、ちょっと僕、俺警棒、結構俺持ってたんで、警棒をね。うん。で、警察の方に、警棒ってこれ持ち歩いたら、これ犯罪ですかっていう風に聞いたんですよ。実際に、直に。したら、警棒を持ち歩くってのはちょっと危険物になるので、銃刀法違反にはならないんですけども、没収とか、そういう注意みたいなのはさせていただく形にはなるかもしれませんと言ってました。うん。別に違反ではないんですけども、それじゃあ必要ですかって言われたら必要じゃない。もうねえ、でも俺、その時言ったんですよ。でもね、今この世の中すごい物騒じゃないですか、つって。例えばですよ、女性とね、一緒に彼女とデートをしてる時に、まあ、そのね、なんていうんですかね、暴漢っていうの。暴漢とは、なんていうかわかんないけど、ちょっと危ない人物に襲われて、その人が刃物を持ってましたと言った時に、僕らじゃね、まあ、警察の方はいいですよって防刃ベスト着てますし、銃だってね、ちびっこい銃だけど携帯してるし、ね、いろいろ持ってるじゃないですかって。だからそれはね、警察の方はまあ安全ですけど、僕ら一般市民が、ね、まあ、なんていうの、そういうの、なんていうんだっけ、身だしなみじゃなくてなんだっけ、ほら、武器持ってないことなんていうんだっけ、なんていうんだ、そういうの、言葉出てこんぞ、なんだっけ、捨て頃じゃなくてなんだっけ、さ、なんだっけ、あめー、俺最近マジで言葉出てこねえよ。無抵抗じゃなくてさ、何も武器持ってないことなんていうの、手持ち無沙汰じゃなくてなんだっけ、ほら、手ぶらじゃなくて、まあそんな感じで、とにかく何もね、ね、武器でとかそういうの傾向してなくてね、そういうね時ってナイフ、刀とかナイフ持ったやつに襲われたら、じゃあどうすればいいですかって、どうやってそのね、自分の大事な人を守ればいいんですかって警察の人に聞いたんですよ。だから護身具でとかね、持ったってそれ没収するっていうのをちょっとどうなんですかって聞いたら、いや、もしそういうのに襲われた場合は戦わずに逃げてくださいって言うんですね。うん。いや、でもね、逃げてくださいって言ったってそれ限界がありますよって。それ女性ね、だってね、逃げ足、ヒール履いてりゃ逃げられないだろうしね、ナイフ持ったやつに後ろから襲われて逃げてるところね、後ろから襲われたら殺されちゃうじゃないですかって、これ変な話も立ち向かうしかでもないですよねって。必死に逃げてね、殺されちゃったっていう、ね、いうパターンになるよりかはね、やっぱりね、女の人逃がす間にね、自分だけでも攻めて戦った方がいいじゃないですかって。そんな時にね、ナイフ持った相手にね、何にも持ってないでさ、そのね、戦ったら確実に負けますよね。ナイフ持ってるやつなんかね、どうやって勝つんですかそれっていう。なかなかね、戦闘力の差は埋まらないですよね。だからやっぱり護身具って必要なんじゃないですかね、ある程度はっていう風に言ったんですけど、やっぱり、いや、そういう場合はもう逃げてもらうしか、我が国の法律上今の感じだと無理ですっていうんですよね。まあ確かにそれをおまわりさんに言ってもせんないことなんですけども、どうやって助かればいいんだろうね。逃げりゃ殺されますよ。後ろから襲われる方がよっぽど弱いですからね、人間はね。やっぱりだ、これ護身具ってある程度必要なんじゃないかなって思うんですけどもね、護身具の傾向ですか。うん、まあ、法律的にダメみたい、法律的っていうか日本国的にはダメみたいですね。うん、もうそういうケースに直面したらもう、残念ですけど逃げるしかないっていうですね、うん、感じですね。
まあだから護身具、携帯できる銃刀法違反にならないものを携帯しましょうというわけで、まあ、スラッパーはすごいおすすめですね。で、警棒なんだけど、まあ警棒さっき言ったけど、まあ募集される場合もありますよと。なので、まあ、バレないように持ち歩くしかないかな。持ち歩くとしたら。違反にはならないみたいだけどね。でも意外、俺結構、深いポッケとかあるとね、全然普通にポッケに入ったよ。深いポッケに。だから俺はポッケに入れてたけども、警棒は。警棒なんだけど、安物はダメ。安い警棒はね、ダメ。すぐ壊れる。マジで。よくね、警棒なんつったって結局一回も使う場面には直面してないんだけど、その時は。警棒ももちろんね、頭とかにヒットさせたら死にますし、まあ、この辺ね、目だったりとかね、に当てれば失明しますし、ね、そりゃどこでもいいから当たればそれなりに骨は折れたりしますので、まあ、それなりに危険な武器なんですけども、安物はね、ダメだね。すぐ壊れる。で、やっぱ伸縮性の三段伸縮とかのね、あの警棒がやっぱいいんですよ。持ち運びに便利なんで、だいたいこれぐらいになるので、ちょっとまあ、ペンよりか太さはあるんですけども、まあ、ポッケに入れられるので、で、使うときにシュッと伸ばして、パチーンとやるわけですね。まあ別に、こことか狙わなくたって、腕とかね、相手の腕とか、例えば正面から来たら、まあ横にずれて、足をね、こう、足にパチーンとね、こう横にずれてパチーンと足やるだけでも、多分動けなくなるぐらい、効くので、まあ、警棒いいなと思うんですけど、ただ壊れるんですよ、マジで。安いやつは。一番最初に安い警棒をですね、買ったときは、まあ、こうやってシュッシュッシュッシュやって遊んでたんですよ。すぐ壊れましたね。シュッってやったら、そのまま先っぽ先端がフィーンって飛んでちゃって、夜だったんで、もう消えてしまいました、どっか。もう、公園で振り回してたんですよ。練習で。で、やったらシュッってやったら、そのまま伸びて、なんつうの、ピューンって先っぽだけどっか飛んでちゃって、もう真っ暗結界だから、どっか行っちゃうか分かんなくなって壊れちゃった。なんでね、安い警棒はダメ。本当に。すぐ壊れる、そう。なんでもその警棒は捨てましたね、はい。本当に持つんだったら、でも、まあ、いいやつの方がいいっすよ。すぐ壊れちゃうんで。まあ、シュッシュッシュッシュ遊ばなきゃいいのかもしれないけどもね、いざという時にね、警棒出したでですね、はーってやったらさ、ピューンって飛んでしちゃったらさ、もう、相手逆上させるだけですからね。はい。なので、安いものはダメです。高いものを、ね、安かろう悪かろうって言葉結構本当に当てはまるので、ね、安物買いの銭失いってよく言うじゃないですか。なので、安いものはダメですね。はい。ちょっと高めのものを買っていただいたらいいのかなと思います。スラッパーもね、まあ、スラッパーでも俺ちょっと安いのと高いのの違いがわからんからまだ。なので、まあ、買ってみて、もし買ってみた方はちょっとレビューいただけたら嬉しいなと思います。スラッパー、はい。まあ護身具、あくまでも護身具なので、積極的に使っていこうみたいなね感じのあれでは買わないでください。狂気なのでね、本当に漫画見たくね、狂気バカバカ食らってもね、人間立ってられるほどっていうかね、無事でいられるほど人間タフじゃないので、漫画やドラマのね、金属バットとかの、使って相手ピンピンしてるみたいなのって現実では絶対ありえないので、金属バットだったりね、スラッパーだったり警棒だったりね、何でもいいから凶器で引っ張られれば、当たりどころによっては死んでしまいますので、人間は。なので、あくまでも護身具というわけで、あんまりね、そういう自らなんか買ったから使いたいからつって、人間友達で試したりとかね、動物で試したりとかは絶対にしないようにしてください。はい、そんな感じでございますね。以上でした。な、そんな感じで今回追記は終わりたいと思います。はい、じゃあ健太店長でした。また他の動画もよろしくお願いしますね。はい、さようなら。